はい、じゃあということで続きやっていきましょう。あ、待って、届かなくないかい。あ、まああれか、もういいや、まみやもういいや。おお、これはありがたいぞ。あ、またこれですか。はいはいはい。はい、あー、しまった。はい、こっちが、はい、こっち、はい、ああ、はい、ちょ、痛い痛い痛い、もうマジか。まあフルトはキノコドロップありがたいんだけども、はい、もう一回戻ろう。はい、で、あ、これが落ちるのか。 OK。 で、はい、あ、取れなかった。まあいいや。で、じゃない。はい。で、合流。で、はい。ありがたいぞ。あ、また敵だ。はい、わー、また敵がいる。ちょっと、はい、カット。はい、倒しました。はい、アイスフラワー助かる。はい、あ、こっちか、次こっちか。お、王冠、 P チームか。 P チーム、ここに来たってことか。まあ、たまたまなのか。ああ。なんだ？なんだ？はあ、じゃあ、ウェイ、なんか、なんか。なるほど。レッツゴー。はい、通りました。で、これまだ取り付けないので、はい、あー、またあれがいるね。はい、倒しました。アイスフラワーにありがたい。で、はいはい、特に何もないから、次行こうか。あ、まだあるわ、アイテムが。コインか、コイン。なんか、お山博士の研究所っぽいのあるけど。はい。なんか、人も着ありそうな気するんだね。なんですか、なんだかこれは。
ってきたんですか、もしかして。あ、あ、戻るだけか。なるほど。じゃあこっちじゃないってことか。ちょっと何か起こりそうなんで、ちょっと回復する回しよう。はい。あ、これだけでいいのか。じゃあ入ろう。上山博士、まあ、過去の姿ってことか。どうした、何やねんの。未来から上山博士呼ぶか。ええか、呼ばんでええか。いや、でも呼べそうな気がするけど。無視ですか。まあ、無視ですか。まあ、見えてないのか。どないしました。あ、なるほどね。あ、なるほど。過去の小山博士はそこに研究所を構えてたってことか。なるほど。いや、そうなんですよ。実はそうなんですよ。だから、そういう、そう。いや、だから、ここまで影響出てるやん。わあ。わあ。どうしたらいいんですか。ああ、たぶん。仕掛けに、で、じゃない。水飲んで、で、これか。あ、じゃない。はい。はい。それで、それが理由でひらめくの。そしたら、まさかのリンクですか。過去と未来の小山博士がリンクするんですか。ああ、ちょっとタイムパラドックスが起こってしまった感じでしょうか。ほうほう。もう影響を及ぼしちゃってるやん。過去回避にしちゃったからさ。あ、なんかボロボロになってしまってかわいそうに。あ、それで君のとこに。はあ、あ、それで多分ルイージマンションにつながっていくわけですね。まあルイージマンションやってんじゃ分かんないですけど。あ、そう、あ、連絡が取れるんだ。おう、で、ほう、今すぐ必要です。そんなことできるのすげえな。あの、タイムホールの使い方、それは合ってるのか、どうなのか。
ぐしゃぐしゃ。これ質量保存の法則図はどうなってんやろう。なんか雲が冷やせる。あは。いやでもおかげ助かりました。じゃあこれに戻ったらいい感じかな。まあまだ続けますと。じゃあ行きましょう。あーどうした、どうした、なんか当たった。頭硬そうな人がいる。あ、奥さん。でも。そんな理由でバトルですか。あ、ちょっと待ってよ。まあ、ちょっと、それで叩きいくか。ブラザーアタックの時はちょっと黙っちゃうんだけど、そうね、キャラいた気がする。分裂するタイプの、なんか普通にこれやるの不思議な気がする。わからんな。それキノコに行く前だよね。本物は
ナダ人とかがらしいです。はい、ちょっと時にわからんよ。見分け方が、わかんない、多分一番下ではないの確か。あえてなかったんだ。一番下ではないので、あ、じゃあこれっぽいな。当てたっぽいわ。
一番上かけてるやつも違うんですよ。はい、レイジャー期待するわ。あ、間違えた。あ、やっぱりあって。
だだ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 だたぶん一番上多分合ってると思う。合った。倒したわ。じゃあ一番下やったわ。おお、やった。まあベイビーはもう攻撃だけ上げればいいという感じでやってます。なんかすいません、悪気はないのかな。でも襲ってきたのはそちらなんですよ。正当防衛なんですよ。そうなんですよ。ピーチ姫っていう女が助けに行くんですよ。そうでしょ。緑はまあまあ青みたいなもんやしな。お、連れてくれんのか。おお、あは、はい。ありがとう。緑やん。ベイビールイジは、はい、あ、よじ登るんや。はい、乗ろう。
この茶番毎回やるけど、ああ、いやもう一緒に行こうや。お前は お名前に何てこと言うねん。確かに それはひどいと思う。お名前に大事なことを聞くとか言っちゃうとかダメよ。コンプライアンよ、そんなもん。今までコンプライアン厳しいからな。ああまあ、あれちょっと余計なこと言ったね。まあクッパっちゅうやつに、はい、ああここにいるんだ。じゃあクッパはさ、このピッチミの顔面にキノコがついてどう思ってんの。なんとも思ってなさそうなところが、またああベイビークッパが出会ってしまった。同じこと言うてる、同じこと言うてる。ゴミが違うだけで同じこと言うてると、中身何も変わってねえな。もう本人同士でも喧嘩すな、喧嘩すな、本人同士で喧嘩すな。ああそしたらもうブーメランなんですよ、ブーメランなんですよ。ブーメランすぎるぞ、ブーメランすぎる。まあそうなんですよ。了解、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、ということでまあ今回はこの辺で終わりに最後しようかなと思います。回復してんのかな、回復してあるわ。はい、ということでご視聴いただきありがとうございました。よろしくチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。はい、まああらすじだけ見て終わろうか。あ、親マックス大発明で火山の噴火は見事に止まった。それで穴の中へ行けると、マッセイドクッパピーチも待ってると。はい、じゃあ終わります。